水野忠隆は、幕末の大名、明治時代の家族。駿河沼津藩の第8代藩主、後に、数崎熊藩主。沼津藩水野家15代、5万国。嘉永四年7月10日、沼津藩水野家の分家旗本の水野忠隆の次男として生まれる。慶応2年に、本家の第7代藩主水野忠誠が死去したため、その養子として、家督を継いだ。 慶応3年4月4日に、では守るに助任し、江戸城大手門番を務めた。慶応4年からの母親戦争では新政府に協力した。同年7月、徳川家里が東海に入ってきたため、数崎熊藩に違法となる。明治2年3月4日に、うごかに転任する。6月19日には、藩赤奉還により、藩知事となり、 明治4年7月14日の廃藩地検で、面官となった。1884年7月8日、死者を除赦。1907年8月17日に死去した。去年57。その後、長男の水野忠明、孫の水野忠思想が就職した。忠明の娘、慶子は、死者、細川竹沖の長男、隆長に、厚子は、公爵、 高塚笠広志通りの四男、信之に嫁いだ。ありがとうございます。